どうもイーブラです気づかんかった、早すぎて。もう見えないだろう,う見えなかった、今。早かったな、今。春の、うん。頑張れミーティング <laughs> 知らない、知らない、知らない、知らない やばね、いろいろやってきてと、まあ見えてきた部分とね、いろいろあると思うんですけど、抽象的なんだよなだけ、何にも分かんねえんだよ。はい、俺気づきました。気づいたの。もう何に気づいた？やっぱりまあいろいろ企画をやってきましたけども、飯村のヒューマンで戦おうじゃねいかと。いやー。違う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 やめて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 きついきつい外れてくれこのリーチ。 <laughs> え外れ願うことあるのかチンコで <laughs> すいません,ません今日も夜勤なんで眠いですバカろう。<laughs> 飛沫がはい <laughs> すいません <laughs> 何ですか会議ってどういう会議をするんですかいや井村がんばれチャンネルをどうしていくかっていう会議だろうよ、うん、ど,どうしていくかどうしていくかじゃねえかまあどうどう、まあ、どうしていくかだよどうしていくかじゃないですか毎日あげたいんだよ俺は なんかパッと編集できてパッと出せるようなやつの方がいいんじゃないですかだから、その、なんだろう。もう密着じゃないけど、ありのままの飯村応えカメラを止めるな。あ、カメラを止めるな。るな<う>じゃあ編集しますけど。人生、はい、一発撮り。飯村さんの,その人間性を全面的に出した動画を上げていきたいってことですか、うん、そうだね。ヒューマン、うん、人間で戦う。うん、まあ、どっちもいいですよ。ヒューマンも人間でも。<laughs> おい あすみません飲み込めよ一貫あ今お寿司出ましたね <laughs> <laughs> このチャンネルともともと飯村さんがモテるために始めたことじゃないですか、うんうん、で付き合わされてる僕じゃないですか、うん、そうだねム、うん、村さんのありのままを流すと、うん、あのー、まあ一切異性が寄ってこないチャンネルになりますけどそれでもいいんですか <laughs> えっとねそこは僕も考えましたあかんあ考えてたんだ やっぱり、ありのままを、ありのままを言っちゃうと。ありのままがいましたよ。ありの、はい。何もなかったんで今、やめときます。もうそろそろ切れるけどね。何秒前もう、ゼロ。えそろそろじゃねえじゃん。切れてる、切れてる、俺は。おーい。でも、もう、そんないらねえじゃん。仮面なんか。ん仮面なんかいらねえんだよ。仮面仮面。もう、猫被るなと。 あ、猫被るな、と。そう、ありの、ま、んありのままでさ、うん。その髪ひどいな。髪ひどいね。カれ買ったからかな。関係ないです、関係ないです。まあ、YouTube 用に着飾るな、と。うん。だから、ありのままで、もう戦いたい。着飾ってた今まで。もっとね、もっともっともっと。もっとありのままだ。もっと、そう。俺の刺激的な部分も。それでよ。あら。それを出して、 離れていくならしょうがない。離れてくってまあ、まだまだね、いないけど。付き合ってもないのに、ね。ちょっと待ってよ。登録者の話してんだけど。すいません。すみません。おい。お前、顔腹、は。ダメ、絶対。<laughs> 薬物と今のが。髪は絶対ダメ。<laughs> おい。薬物と一緒にすんなよ。<laughs> 髪を。髪。ダメ、絶対。ダメ、ダメ、ダメ。ダメ、ダメ、ダメ。ダ こういう時出ねえんだから、井村さん。わかってるね。ありがとうございます。はい。そう。手打ちにしねえかんな。あ、出た、人形、人形ワード、手打ち。てめえの下に、生あんだよ。破門っつたり、破門じゃねえって言ってるよ。はい。10点の、たけしさんのものまねと。あ、その、まあ企画もこうやってきたけど、2。ええ、3ニョき今やるわけねえだろ、タやってましたよ、今、たけのこニョッうが。 一二きって言ってなかったマイムだよ、マイム企画を軸にやってきたけど、まあ、その軸に雑談もちょっと入ってきて、まあ、雑談、多め、企画もやるよって感じなんですかさんぐらいで。そう。いろいろやっていきたい。全部俺がまとめちゃったよ。いいんだよ、会議で。お前がやるんだよ。会議ってそういうことだから。お前、会議出たことねえのプーギー古いな。 顔文字のね、ふぎゃなんですけど。ひさ久々に聞いたの。雑音って需要あるでも。でも、うん、でもうなんか、こうやって面白いければいいんじゃない。今日面白いよ、俺。うん、うん、今日なんか、この会話面白いよ。うんいいね、うん、俺の力だな。いやお、俺の力だな。<laughs> おにぎり食べたいんだな。<laughs> お、おにぎりが食べたいんだな。<laughs> 山下清。いい村じゃないか。 でも井村さんの日常を追うってなるとちょっと相当井村さんが変な人じゃないとちょっと絵になんないんじゃないかな普通じゃん井村さん、ね、井村さん普通じゃん今まで無難な人生歩んできたから今のこの現状があるわけでしょえど,どこで流れが変わった <laughs> ちょっと待って <laughs> あれ変わってる変わってる説教みたいになってるあれおかしいな結論なんだよ結論はちょっと考えるわちょっと待ってえ決まらず <laughs> ちょっと待って、本当に考えていい本当に一回考えてみようちょっとねもしかしたら一休さんみたいな感じで考えたら出てくるかもねポクポクポクシュン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 ポクポクシュン ポク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 シュンポク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 シンポクシンポクク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 ク秋だよ春があるってことは夏も秋も冬もあるんですかあるよ。うわ。春夏秋冬。次は夏かな。 あと5月7日は、あの、飯村旬生誕祭があるんで。ああ、生誕祭。はい。まあ普通にバイト入れますけど。バカ今から抑えろいやいや俺が言っとくよ。今からですか今から言っとく。いや、無理ですよ余裕だろお前僕は何かするんですかうん。もちろん。何をするんですかいや、言わへよ。なんでですか生まれたことに感謝しろよ。ん今、なんか。 シチュー煮込みましたにも。煮込んでねえよ。もうコトコトしましたけど。プレゼントの1個ぐらい買ってこいよ。<laughs> マジで。やだーな。お金かかるこの人。<laughs> そうだよ。飯村買うのは金かかんだよ。じゃあそれも飯村俊生誕祭も動画にすると。ああ、そう。楽しみにしとけよ。でも企画は僕なんですよね。うん。君の俺に対しての生まれてきてありがとうっていうのをそのまま出せばそれが企画になるから。 え、難しいこと言ってないよ、俺。<laughs> だって今あるのはやっぱ生まれてきたからこそあるわけで。うん、それを祝うのはやっぱ当たり前じゃないジャパニーズは普通に。いや、まあ、ジャパニーズ関係ないですけどね。ね。で、今さかジャパニーズかヒューマンかどうかそれもわかんないじゃないですか。おジャパニーズだ、周りヒューマンだよ、俺は。なんか、ど、どうしたんですか？戦争中ですかドンあ<っ>いや、やめて。本当に、視界の先から見えてるから。赤い、なんか、 赤いもん見えてるんだって、ドゥンいい音なったな。<laughs> で、どうすんのうん。だい、引き続き、イムラがんばれチャンネルを頑張ろうってことだよ。ああ、そうね。雑談会も上がるよってことでいいんうん。って感じかな。はい。うん。イムラ頑張がんばれチャンネルあ、くそ。一発って決まってんだ、ルールは。 i miracoli gambare miracoli gambare, channe cianne